防犯探偵、江本シリーズは、角川より2004年から刊行されている、岸優介の推理小説のシリーズの総称。防犯ショップ、F&F セキュリティショップ店長の防犯コンサルタントで、本職は泥棒である本作の探偵役、江本慶と、本作のワトソン役である美人で、常識人だがどこか天然の気がある弁護士、青戸純子が、 幾度か密室殺人が絡む事件に関わり、密室の謎を解き明かして、事件を解決していく姿を描く。2012年には、鍵のかかった部屋のタイトルで、テレビドラマ化された。全作品を通して、密室殺人のみを取り扱っているほか、純子が様々な仮説を立てては、榎本が反証することで解を一つ一つ潰して、生きながら推理するという、 別海潰しが基本的なパターンとなっている。犯罪そのものは陰惨なものが多い一方、純子の仮説が暴走してしまうのが次第に、お約束ギャグとなっていく点など、全体として、騎士作品としてはユーモラスな味を称たたえた作品が多いが、劇団、土星骨が関わる話はとりわけスラップスティックコメディに近いタッチとなっている。当初、著者は、江本と純子を一作目の、 ガラスのハンマーのみの登場人物にするつもりだったが、ガラスのハンマーでは使用されずに、ストックされたトリックを活かすために、シリーズとして描かれ、2作目、キツネの家が観光されたという経緯がある。ガラスのハンマー以降の絵のも純子の活躍は、短編として2005年から、野生時代で不定期に掲載されている。2013年から2014年まで、JT の公式ウェブサイト、 ちょっと一服広場で、テレビドラマ版オリジナルキャラクターの蝉沢つよしが、主人公の番外編、一服広場の謎が連載された。この短編は、2015年に発売された、アンソロジー、角川文庫、サイドストーリーズに収録されている。2020年、文庫本の想定が刷新。各巻ごとに異なるイラストレーターが起用されている。ガラスのハンマーは、横。 狐火の家は浮き雲ういち、鍵のかかった部屋は田中広隆ミステリークロック、コロッサスの鍵詰めは鈴木康志氏が担当した。本説では2話以上登場した人物を記載。土生骨の面々もそれに倣う。シリーズ3作目の鍵のかかった部屋のタイトルでドラマ化され、2012年4月16日から6月25日まで、フジテレビ系の 月九9枠で放送された。主演は王野サトシで、王野は今作がフジテレビ系の連続テレビドラマ初主演となった。鍵のかかった部屋までのシリーズ作品を原作としている。キャッチコピーを密室は破れました。とし、サブタイトルにも密室パズルミステリーとあるように本格ミステリー色の強い内容で恋愛ドラマのイメージの強い月九9では、 異例の作品を掲げた。これまでフジテレビのドラマ演出を担当してきた小原和孝の初プロデュース作。当初は映像化が未知数だったことから鍵のかかった部屋のみを原作として企画を出したが上司に原作がシリーズものだと話したことで連続ドラマとして企画を進めることとなった。小原は土曜ドラマ枠などで放送されるものと考えていたが、 内容を詰めていった末に、月9枠での放送に決まったという。なお、大野の起用は、小原自身の原作の榎本とイメージが重なったことに起因する。ドラマ版は、榎本と純淳子、各、エピソードごとの人物設定に変化があるなどの、相違点があり、榎本と純淳子にオリジナルキャラクターの芹沢強氏を、加えた3人による活躍を描いた作品となっている。 冒頭のオープニングは、密室であった殺害現場で純子と芹沢が立ち会って、榎本が事件の一部について語るシーンで始まる。序盤のタイトルバックの画面は、毎回微妙に異なり、各回のストーリーに絡むものが流れている。また、第8話では、目覚ましテレビが劇中の舞台として登場する。2012年10月10日に発売された鍵のかかったヘアブルーレイボックスは、 オリコンブルーレイディスク中間ランキングの10月22日付で総合1位となり、テレビドラマ作品としては同ランキング史上初の総合1位を獲得した。2020年4月クールの月9ドラマ、スーツ、スーツ2が新型コロナウイルス感染拡大の影響で第3話以降の放送を延期するに至り、その月9枠において同年5月11日から8年ぶりに、 鍵のかかった部屋特別編が放送されることとなった。主要人物東京総合セキュリティフリードマン、セリザワ総合法律事務所その他、ゲスト連続ドラマスペシャル鍵のかかった部屋に関するカテゴリー、ありがとうございます。